どうも皆さんこんにちは、三浦です。妖怪ウォッチ3やっていきましょう。さあ今日から11月に入りました。妖怪ウォッチすき焼き発売まであと40日以上ですね。確か12月の13とかその中旬に発売されるんだよね。40日か。1日1本妖怪ウォッチをやってもね、もう絶対ネタがなくなるっていう。さあやっていこう。おばちゃんがいる。あら、こんなところで会うなんて。やっぱりあなたはキノコに導かれているようね。はい、これお近づきの印よ。これもらってどうなるんだろう。もうキノコフェイスやったんですけどね、なんか意味あるんでしょうか。さて今回はケイタくんに代わってクエストですね。前回はですね、稲穂ちゃんでクエストやってたんですけど、もう稲穂ちゃんのクエストは全部やりきったと思うので、ケイタくんでね、行きましょう。さあ、これかな？話しかけてみよう！いやー、君がケイタくん？マークくんがよく君の話をしてるんだ。そうそう、ちょうどいいところに来たね。ケイタくん、自転車持ってる？いや、自転車乗ってきたんですけど。うん、持ってるよ。なら、ちょうどよかった。今からクラスの子たちと自転車レースをする予定なんだけど、人数が一人足りなくてメンバーを探してたんだよね。肩なんか、鼻が低いキノピオみたいだね。お前ほんと人間か？よかったら一緒に遊ばない？経験値低っ！ 190 って、お前。なんかペットボトルのジュースみたいな値段だな。うん、面白そう。俺も入れてよ。ありがとう。他の子たちはもう待ってるから、準備ができたら教えてね。じゃあやっていきましょうか。これ多分一発でクリア無理だな。よっしゃ。ケイタくん、自転車レースの準備はできた？じゃあね、俺のミニ四駆で鍛えたちょっと爆速を見せてやろう。ウィリアムくん、ライアンくん、メンバーが揃ったよ。ケイタくんが一緒に遊んでくれるってすごいな。なんかあれっぽいね。レベル5のあのサッカーゲームの出てきそうな感じだね。よっしゃ、これでレースができるの。ありがとうカータ、ケイタもよろしくね。うん、よろしく。ああ、そういやマックが面白いやつがいるって話してたな。ま、誰が相手でも関係ねえし、今日は俺が1位になるからな。ウィル、負けても泣くんじゃねえぞ。その言葉、そっくりそのまま君に返すよ、ライアン。いつもそう言ってるけど、一度も勝ったことないじゃないか。うるせえ！あの二人って仲悪いの？いつものことだから気にしなくて大丈夫だよ。ライアン君落ち着いて、せっかく人数集まったんだしね。なんか全然あれだね、タイプの違う3人だね。それじゃあ始めるか。なんか今回の実況一瞬で終わりそうだな。まあこれでね、1位を取れたらの話ですけど。ちょっといい、あららららら、あ、やばい、ははもらったぜ。お、ちょっと邪魔ね。おい、ちょっとアフロのやつが出てきたぞ。見えねえっつーの。やばい、こっちか。おい、どうなってんだこのコース。さあこっち。おい、おい、今飛び出してきたやついるな。あいやー、なにこれ、もしかして余裕？まさかの一発クリア。あ、やばい、あれ、こっち、どっち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 、うわうわうわ、どうなってんだこのコース。めっちゃ引っかかってたけど今。よし、やばい、バテたぞバテたぞ。オッケー、オッケー、余裕で余裕で1位だったな。新記録だって。まあ、もう二度とやらねえけどな。やったー、1位だ。
わあ、すごいや。あのウィリアム君に勝っちゃうなんて。ウィリアム、この僕が負けた？驚いたよ。ケータやるじゃないか。でも今度は負けないよ。俺だって。くっそー。俺よりも先にウィルに勝つなんて。許せねえ。ありてますねえ。なんかごめん。ケータ君、普通の小学生なのに勝っちゃダメでしょ。ねえ、あの、ウィリアムっていうあのドラえもんの出来すぎみたいなやつに勝っちゃダメだって。ライアン君はあれが普通だから気にしなくて大丈夫で。あれが普通ってなんだろう。ウィル、次は俺が勝つからな。だから、また遊べよ。逃げるなよ。はいはい、わかってるよ。ケータもいつでも歓迎するよ。自転車レースがしたくなったらまた声をかけてね。いや、もうやらないけどね。お、カラーリングが変更になった。あ、やっぱ一瞬で終わってしまったのか。お見事。あ、さ、回していこう。えいっ、いつも欲しいな。はい、ということでね、まあ、あと40日は妖怪ウォッチの最新作が来ませんからね。もうこんなクエストでも1本あげちゃう。ということで今回はね、ここでおしまいにしたいなと思います。なるべく1日1本、まあちょっと厳しいと思います。かなり厳しいと思いますけど、ちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。